下町の大輝です。ちょっと今回はもうちょっと店内にいるんですけど、またまた大阪の警部さんにお買い物をしに来ました。金田さんです。プローバーなんですね。プローバーで、まあ、酒井が得意とする形ですね。で、まあ、あの重ね着風にしたような、でもシャツ生地なんですけど、お待たせしてた。いや、これをもう待ちに待ってました。僕は独特なシルエットしてますね。そうなんです。まあ、ポケットはあのパンツも使えるように、まあ、結構スリットを履いてるんですけど、スリット決めですね。でこんな感じです。結構いいっすよ。ありがとうございます。ちょっと上は丸2ですね。丸2も一応ニューヨークのアーティストとのコラボ、コラボですね。あとまあこの辺とかもインパクトありますけどね。ああ、これこのバッグの、パーカー、これおすすめしてましたよね、この間インスタで。これね、なんかちょっとね、レイヤードパーカー、こう若い感じになるんですけど、でも大人の方が来てもそこまで若い印象にならないんで、すごい着やすいですけどね。まあちょっとしたロゴがアクセントぐらいですかね。でこの配色がもう丸にっぽいですよ、ね、切り替えので、丈がそんなに長くなくて、ちょっと横にオーバーで、まあ、ドロップショルダーでちょっと落とすような感じですね。使えるアイテムですね。確かにおすすめしたくなるアイテムですね。あ、おすすめのショーパンですか。そうですね、おすすめのショーパン、ショーツ。いや、これは多分買いますね。ちょっと今ちょっとまだシーズン的に僕の気持ちまだ乗ってないんで、これですね。はい、ちょっとブラックかな。姿勢の得意な、はい、このかなり丈短いショーツですね。そうですね、ドレープ感あって、そうですね、上品でってやつですね。今回結構そのテーマ、ショーっていうか、あのシーズンのテーマが南イタリアとかの、はい、そういう、あのちょっとこう避暑地じゃないですけど、そういうね、リゾート的な感じなんで、はい、まあ、こういう柄とか、これもね、すごいモード感のあるアイテムなんですよね。ここがボタンで、首が詰まって、で、もう安定の形が、うん、ちょっとオーバーな感じで、落ちたんでるんで、で、他のこの黒のシャツとかがもう全部完売したんですよ。あ、もうなくなったんですか。これ黒もあったんですね。黒もあって、黒とかはデザイン違いのシャツもあったんですけど、なくなって、で、まあ、最近入ってきたので、もうこれ見た瞬間、大好きだな。これ黒をね、ちょっとまたタイミングいい時に。はい、いいですよね。あの、ショーツにジャケットみたいな。そうですね、よく最近のルックであるじゃないですか。シセのこの間買ったジャケット。はい、ジャケットに。ちょっと素材感も違うんですけど。ちょっとこのタークのこのジャケット、もう一回着てみていいですか。あ、いいですよ。これめっちゃ気になってるんですよね。ずっとなんか結構これも海外で人気がどんどん出てるようなブランドさんです。やっぱいいな、デニムジャケット着ないんですけど、これはちょっと着たいなって思っちゃうんですよね。もういっぱいいいアイテムありますね。ありがとうございます。パークもでももうかなり減っちゃいました。人気っすね。この辺も今回すごい T シャツですね。ああ、はい、前回ね、白これ見させてもらいましたね、はい、これはなんか白とかが全部完売して、これ1.2になってますね。で、まあなんか今回はそのあの完全にここ出てますけど、来季とかもちょっとグラフィックで似たような感じのものが出てくるんですけど、それはそれでまたすごいかっこよかったり、かなり次のシーズンも作り込まれてましたね。はい、かわいいな。ジャケットいいな。デニムジャケット。はい。本当着ないんですけど、これはめっちゃかっこよく感じるんですよ。着ないんですね、デニムジャケット。そうです。なんか着ないんですよ。Y3 入ってました。Y3 そうですね。今回も大きいカバンですね。あと、これめっちゃでかいじゃないですか。でかいです。これも。そう。やっぱ大きいのがさっき。大きいのが多いんですね。多いんですね。これもまあ僕がちっちゃいんじゃないですからね。バッグがでかい。サンバイザーで、まあそうですね、シャツですね。この辺人気ですね、多分。そうなんですよ。
スウェットも含めてありまして、ロゴが見えちゃう。はい。で、あとこれですね。これが、パーカー。ヨウジさんをスカルにしたロゴですね。で、あとちょっとドッキングで、はい、トラックジャケットとシャツ、コーチジャケット、はい、合わせた、ちょっとこれ着てみていいですか。あ、大丈夫です。いけますね、なんかなんかね、正直こう Y3 好きな方って買われるのにやっぱロゴが多いんですよ、うん、こういう。でも、そのどちらかというとそれは作り込んでる方の普通の方なんで、うん、Y3 ってパッと見が分かりづらい。そうですね、はい、ここの袖に一応ラインが入ってるんですけど、でも結構そのね、トラックジャケットのドッキングがすごい可愛いです。いいっすね。中は折れる。でもなんかコーチジャケットですけど、ちょっとシャツ、そうですね、シャツの感じですね、もうありますね。そうですね、スタッフなんでコーチジャケットですけど、後ろにドローコーンが入ってきて、はい、後ろもかなり独特な独特な、なんか肘の動きが出ますね。まあ素材なんで、うん、多分張りのある素材と、まあ、結構柔らかいジャージ素材なんで、はいはい、後ろに、このブランドは多分、今回その Amazon ファッションウィークに出るんで、多分久々多分出るんじゃないですかね。昔トンちゃん通りっていうところでショーやってたんですけど、結構話題になったんですけど、今回はまたこの辺とか、そうね、ちょっと、うん、結構色とりどりですよね、ここのバンドさん。じゃあ特徴的なのはこういう、これ見てもらえないんですけど、確かに長めリックの感じなんですけど、結構ね、この可愛いのがこのスウェットとニットのデッキ、これが結構可愛い、はい、ポップなところで、これ、はい、期待のスターそういうこと。期待のスタンス。これ日本語訳したらこうなるんですね。そうですね。来てほしいですけどね。あ、僕に。そうですね。確かに。可愛いでしょ。面白い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 ですね。そのまますかね。はい。ちょっと悪意ある訳し方しますけどね。だって漢字だと結構かっこいいのに。そうなんですよ。カタカナだとね。あ、これがいいですね。なんか赤のイメージちょっと僕ありますよね。確かに、はい、これもドッキングで、これちょっと着てみていいですか、はい、着てみました。すげえ、ここの素材がすごい柔らかいから着てるときあんまりごわつかないっていうか、そうそう、動くとでも分かる、はい、はい、すごい、ここを閉じてるとここもすごいボックスな感じがあるんですけど、前よりその横とか後ろ見たら全然また違うんですよ。確かに違いますね。かっこいいです。なんかふんわりしたその感じがかっこいい。めっちゃかっこいい。あんまりないと思いますよ。ないですね。色味もめっちゃいいですね。でもデニムジャケットでそれも着れるでしょ。これいけますね。でしょ、ちょっと超えたかもしれないです、タンク。いやいや、面白いな。酒井も RPS8 もなんかやってましたよね、今回ね、はい、ちょっとセットアップでしかもこんな感じでしたよね、ちょっと僕に、ね、MA1 で高いからこそなんかちょっとまた違います。いい、これ着れるな。これどのぐらいするんですか、ちなみに。それは8.3 ぐらいですね、はい、まだ、まあそうですね、ま、ジャケットなんで、はい、いいですかね、ぐらいですかね。はい、アナのタイミングでほぼ全部入るん入るんですね。はい、ということで購入しました。いや、やっぱすごくね、満足いくものを購入できたかなと思います。またですね、後日
どこかの動画で一緒に詳細の方をご紹介できたらなと思います。ということで本日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。